今日は2024年7月16日から20日までのガンプラ販売情報をまとめました。再生産品はメーカーからの出荷日を表示していますが、お住まいの地域により入荷のタイミングが異なります。また販売日情報の取得により店頭に並ぶタイミングが完全に各店舗の判断になりましたのでご注意ください。また生産数により店舗によっては未入荷商品もあるかもしれませんのでご注意の上情報をご活用ください。7月以降の発売商品を確認されたいときは月ごとにまとめている月間情報をご覧ください。それでは販売予定商品を見ていきましょう。 EG ストライクガンダム税込み価格770円、 HGUC ガンダム EG8 税込み価格1760円、 HGUC ガンダム NT1 税込み価格1650円、 HGUC ジムスナイパー2税込み価格1650円、 HGUC ユニコーンガンダムデストロイモード税込み価格1980円、 HGUC ジェスタ税込み価格1760円、 HGUC シナンジュ税込み価格2860円、 HGAC ウィングガンダムゼロ税込み価格1760円、 HGCE デスティニーガンダム税込み価格2420円、 HG アイズガンダム税込み価格1980円、 HG ガンダムサバーニャ税込み価格1980円、 RG ガンダムマーク2シターンズ仕様税込み価格2750円、 RG ゼータガンダム税込み価格3300円、 RGユニコーンガンダム税込み価格4180円、 MG ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版税込み価格4180円、メガサイズモデルユニコーンガンダムデストロイモード税込み価格11000円、 BB 戦士ストライクノワールガンダム税込み価格660円、 BB 戦士ベルデバスターガンダム税込み価格660円、 BB 戦士クシャトリア税込み価格1100円、 BB 戦士レジェンド BB バーサルナイトガンダム税込み価格1650円、 HGUC ゾボックユニコーンバージョン税込み価格1870円、 HG ガンダム00ダイバーアーク税込み価格2750円、 HG フルタインガンダム税込み価格2530円、 MG V2 ガンダムバージョンカトキ税込み価格4950円、 GP01 フルバーニアン税込み価格550円、 BB 戦士ゼータガンダム税込み価格550円、 BB 戦士パーフェクトガンダム税込み価格1100円、 BB 戦士ゴック&アッカイ&ゾック税込み価格1650円、 BB 戦士ブルデュエルガンダム税込み価格660円、 BB 戦士ウィングガンダムエンドレスワルツ税込み価格880円、 BB 戦士ユニコーンガンダム3号機フェネクス税込み価格1320円、 SD ガンダムクロスシルエットガンダム00ダイバーエース税込み価格1100円、ビルダーズパーツ HD02144/1 モビルスーツハンド01連邦系税込み価格550円、アクションベース2ブラック税込み価格495円、アクションベース5クリア税込み価格550円、アクションベース5ブラック税込み価格550円。 HGデュエルブリッツガンダム税込み価格2970円、両足の股関節の接続軸が左右別々で上下にスライド稼働することで大胆なアクションポーズにも対応、全身を覆う装甲のアサルトシュラウドは着脱式、左右の腕にはグレープニールやランサーダートをそれぞれ装備、ランサーダートは取り外し手持ちの武器として保持することができる、グレープニールはリード線が付属し射出状態を再現、射出状態保持用の台座が付属、オプションパーツセットガンプラ08ゴールデンアームアームズ税込み価格880円、フレキシブルに稼働するアームで連結された支援機と
豊富なジョイントパーツがオプションパーツセットで登場。パーツの組み替えにより飛行形態から合体形態に変形し、さまざまな MS に装備可能。本体に加えて一軸ジョイント、二軸ジョイント、大、中、小、それぞれのボールジョイントなど豊富なジョイントパーツが付属。オプションパーツセット、ガンプラ09、ジャイアントガトリング、税込み価格660円。付属のアクセサリーパーツを自由に組み替えることで、さまざまな形態にカスタマイズ可能なジャイアントガトリングがオプションパーツセットで登場。各種アクセサリーパーツを組み合わせることでオリジナルのジャイアントガトリングに。グリップパーツは144分の1スケール用と100分の1スケール用の2種類が付属。オプションパーツセット、ガンプラ10、ギャラクシーブースター、税込み価格880円。ストライカーパックシステムにより様々なガンプラに装備させることができる。最大の特徴である12枚のウィングはそれぞれが独立稼働し、多種多様なシルエットを演出可能。カスタマイズの幅を広げるジョイントパーツも付属。フィギュアライズスタンダード、ルナマリアホーク、税込み価格4180円。ルナマリアホークがパイロットスーツ姿でラインアップ。ハンコ印刷済み表情パーツ1種と水転写式デカール用パーツ2種で再現。ヘルメットはバイザーの取り外しが可能。パーツの組み替えでヘルメットを装着した状態で様々な表情を楽しめる。インナー部分に柔らかい手触りの軟質素材を使用した組み替え式ボディパーツが付属。今回のご案内は以上です。タケルデチューブで新しく文字情報にブログ、プラモ情報サイトタケルデチューブを開設しました。今まで外部リンクから閲覧していただいていた発売日カレンダーもダイレクトに閲覧できます。また新・再販情報もこちらに集約していきます。動画では YouTube、 文字情報はブログと情報発信を強化していきますので、チャンネル登録がまだの方はこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。